1000年以上続く豊橋鬼祭りは国の重要無形民俗文化財に指定されていて、今年は3年ぶりに観客を入れて行われました。クライマックスの赤鬼と天狗のからかいでは、戦いに敗れた赤鬼が白い粉と炭切り飴を撒きながら退散します。この粉を浴びて飴を食べると健康に過ごせると言われていて、厄除けを願う多くの人たちが集まりました。すごい粉がかかってありがたかったです、はい、これで厄が取れたなと思ってちょっと嬉しいですねなんか気持ちがすっきりしたような気がします、はい、なんか頑張れそうです。11日はおよそ1万5000人が訪れました。